皆さんこんにちは。さあ今日はね、パームで社債トークやっていきましょう。これでやるのは初めてですよね。で今ね、4K の 30fps で FPV モードにして、でなおかつね、画角はシネマスコープサイズでやっております。でカラーはね、 Flog にして、特に色とかは今回は合わせずね、 Flog の素のカラーでやっていきましょうか。さあ色味とかはどうでしょうかね。前回ですか、ちょっと散歩トークの時でもちょっと Flog ね撮ってたんですが、動画の、ね、中盤後半ではラットとか当てたりとかね、あのサイドとかコントラストをちょっと変えてましたけど、今回はね、全部素でやっていきましょう。で今いる場所はですね、はい、日本でも一番北にある空港になるのかな、稚内空港でね、ちょっとさっき、少し用事があったんで、その帰りですね。はい、いやどうですか皆さんのところね、コロナウイルス騒ぎね、ついにね、北海道でも留萌地方っていうね、稚内の1個下の、管轄っていうんですかね、そこで、ついにね、1人、発症してしまった方がね、いるので、もう北海道で今のところ感染が確認されてないのはこの宗谷地方だけに、なってしまいました。なんか本当ね、いや北海道でもやっぱ札幌とかならわかるけど、この辺はないだろうなとか、まあ、思ってたんですけど、そんなこともなくね、いや本当気をつけていきたいですよね。でまあ幸いなことにですね、僕住んでる場所は本当にね、もうなかなか人が密集することも難しいですし、まあ、基本的にこう今皆さんが見てもらっているような映像っていうんですかね、こういったところがほとんどなんで、まあ、密集密接っていうんですか、そういったことも、ないですし、まあ、風も強いんでね、外にいる限りではまあまあある程度ね、しっかりと手洗い消毒とかしておけばまあいいのかななんてね思っていますが、まあ、それでもね気を抜かずにね、これからも過ごしていきましょうか。で、今日のまあお話はこのまた、パームにことなんですけども、社債のねパームってこれやってる方ほとんどいなかったんで、僕ねとりあえずまあ今回テスト的に、やっております。あ、ちょっと今太陽の位置がねあんまよろしくないですね。あの車のねガラスの汚れとかが結構今目立ってて、それが、カメラの方にねあまり映ってなきゃいいんですけど、あよろしくないな本当太陽の位置が。こういう時は車載って困りますよね。太陽の位置を変えることもできませんから、まあ、こういった時はあの、まあ、こういうカーブのところとかでね、まあ、こうだましだましやっていくしかないですけども。で、ジンバルの挙動とかはねどうでしょうか。オズモポケットの FPV とこのパームの FPV ってね、ほとんど僕検証したことないんで何とも言えないんですけども、少なくともねカメラの追随速度、こちらに関してはねもう絶対オズモポケットの方が、うわひどい、オズモポケットの方が追随速度は高いんで、この曲がった後とかの、ね、直線に入った時にちゃんとねこのパームが、前向いてくれてればいいんですけどね。今のこの僕の状態じゃちょっと今の、ジンバルがどんな風な動きになってるのかって分かんないんで、もう帰ってきてから見るしかないんですけど、少しねそこが、不安ですね。まあ、それ以外でしたら、あの色味とかはね確かに標準の色はね正直な話このパームね良くないです。もうこれはいろんな方がねおっしゃられてたんですが、オズモポケットと並べるとやっぱオズポケの方が色味とか自然だよねっていう話をねされていて、まあ、僕もそれ見てやっぱそうだなって思ったんですが、今回は Flog なんでね、まあ、ちょっとね色味がおかしいなとかちょっとコントラストが変かなと思っても後で何とでもある程度はねなるので、まあまあそれはそれでいいかなと思うんですよね。で Flog 自体もね結構、僕は好きですよ、この色っていうか色の出方は。なんかもう正直これ Flog 取って出しても良くないかって思うくらいね、まあ、ちょっと控えめではありますけども、まあ、それでもなんかねオゾンポケットの標準カラーよくもいいんじゃないかな。まあさすがにね D シネライフとかに比べると、まあ、ちょっとそのねあのラット当てたりとか、まあ、コントラストサイドを上げた時の、まあ、その破綻っていうのは、まあ、結構出るんですけど、それでもねまあ全然この価格
ってその遊べるカメラ、遊べるジンバルだなって改めてね、思いました。まあ、ファームウェアのねアップデートとかはすっごい分かりづらかったですね。特にあのジンバルのファームウェアとカメラのファームウェアって別々なんですよ。でそのそれぞれを、SD カードに入れて、アップデートして、で、アップデートファイルを手動で消さなきゃならないんで、なんかこの辺もうちょっとなスマホで経由とかでねできればいいんですけど、これがあるともう必然的にパソコン持ってる人以外は、ね、ファームウェアアップデートできないじゃんってことになってしまうんで、これはなんかちょっと今後ねその、まあ、修正してほしいポイントかなって思います。結構あのコメントで、パソコン持ってないんですけどパーム買いたいんですよねっていうねコメント書いてくれたりですとか、まあ、そういった方もいらっしゃったんで、まあ、今の時代スマホだけでね完結できるようになってくんないかなってね思ってます。あと言語ですね英語しか選択できないっていうのは、中国語があるのかな、一応そう中国語と英語しかね選択できないっていうのがちょっと不親切かなと。設定の項目とかもね、その難しい英語がね結構出てきます。僕も全然わかんなくて、まあ、ちょっと辞書引いて調べたりとかねしたぐらいなんで、その辺ももう少し、分かりやすくなってほしいなって思うのと、そうそうスマホのアプリね、これもね、まあ、そんな出来は悪くないんですけど、本体だけで設定できる部分とスマホで設定しようと思うとその項目が出てこないってことがあったんですよ。特にこの画角ですよね、今このシネマスコープのサイズでアスペクト比でやってますけど、これがなぜかおっとスマホで選べないのは、はあ、ちょっとね困りますねと言いますし、キツネかな、キツネが飛び出してきましたね。これがあるから嫌なんだよな。はい、まあまあそんなことがあったりね、もう少しこのスマホのアプリの完成度っていうのも高めてほしいなって思います。まあ、ただやっぱこのパーム自体も出たばっかりなんで、まあ、まだまだ未知数なところではありますけどね。で今すっごい逆光になってますけどね、大丈夫かなこれはパームは厳しいんじゃないかな。オゾンポケットでさえもねこの逆光って本当に弱いんですよ。特にあれですね、あのオゾンポケットはこういう狭いで暗い車内、ちょっと薄暗い車内から明るいところっていうのが特に弱くてね、なんかこうすごい画面が真っ黒暗くなったり、あと変にノイズが出たりはするんですが、まあ、パームはね、どんな風にね映っているでしょうか。さあだいぶ市内にもね近づいてきましたね。さてそういうことでね、だいぶ目的地に近づいたんで、今回はねこのくらいにしておきましょうか。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画はね皆様の何かの参考になれれば幸いです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。